はいなさん追加放送になります今日の FX の追加放送は何を申し上げたかというと朝ですねこの大きなボラティリティで下落の流れが起きていたんだけども今日になってみるとボラティリティが急にちっちゃくなったんでこれはですね動きを止めてこっから横ばいが長くなるのかそれともこれがね上昇に転ずるのか。 それとも引き続き一旦お休みをした後、さらなる加工を続けるのかというね、三択になるよということをお話ししたと思います。その中で上昇ブレイク、加工ブレイクの時は、上昇したことを確認して上昇に、えー、買いにエントリーする。 下に行く場合は人に行ったことを確認して、えー、遅れてで,ですね、下にエントリーする。まあ、上でも下でも、遅れてエントリーする。一歩遅れてエントリーすることによって、リスクを最大限減らして、えー、理をね、しっかり取ることができるよってことをお話ししました。いかがだったでしょうかちょっとね、えー、あれですよ、大きめにしますよ。大きい画像で見てみましょうか。これが大きめの画像なんですけども、 はいえー、っとですねお話しした横ばいになったのがここだよってところですね、すみません、横ばいになったのがここだよっていうところでございます、ここですね、今朝お話したところですね、そこからどうやらですね上昇に向かったこの大きなバーがあるじゃないですか、これを見て、これを確認して、買いでエントリーをしましょうってことですからね、もうこれも今まで何回もやったところですよね。 えー、行った方向尻尾と頭はくれてやるっていう言い方もしますけども私はね尻尾と頭どころか胴体の半分ぐらいはくれてやるみたいな気持ちなんですよ、まあ、ですんでエントリーポイントが 107i の465というね切り板になったと思います、えー、その後含み液を少しの間続けた後ひヒゲを出して下に下がって大きく下に下がったんですけどもロスカットラインをどこに入れるかっていうとここのおこれですよ 四角で囲った横ばいのところにロスカットを入れてるわけですから、ロスカットを食らわずに、その後、N を書くようにしてですね、上昇を取ることができたと思います。まあそういった形で,ですね、465から入って、えー、600を超えたあたりで、えー、どこでもね、決済していいという形になると思います。まあそれで理覚した後はこのような形なんですけども、私はここからもう一回間を置いてですね、買いで入ろうと思うんですけども、ちょっと金曜日の夕方なんで、 えー、実際にエントリーはしませんでもこれがね、えー、月から木曜日という私の比較的ね金曜日に比べたら得意な時間帯だったらロスカットを背中に入れて買いでエントリーをちょっとロットを増やしてやってると思います、えー、ロットを増やすのはなぜかっていうとここで取った十数ピップス20ピップス弱のね今日の利益とあとは新規で載、えー、せていい同じぐらいの価格を だから、かける2にしてね、エントリーするってことです。これがもう私のやり方なんですよね。うんまあ、そういうふうにして、えー、勝った部分で、えー、さらなるね、価値を取っていくと。得た利益で、さらなる次のリスクを背負っていくって形で、えー、エントリーの数量、ロットを増やしていくって形ですね。まあ、ですから、午後は2ピップス、2ピップス <laughs> じゃないかな。<laughs> すいません。 えー、2ロットでね、2ロットで入ろうかと思います。2ロットって言っても結構大きな金額だと思いますよね。2万円ぐらいエントリーするわけですから、ちょっと大きいですね。でも2万円を使って4万円ぐらい買っていくみたいな気持ちでございます。まあ今日はね、えー、もう実際にお金入れてエントリーはしません。もう午前中で取った、えー、1万8000円ぐらいですかこれを大事に大事にしまっておいて、えー、勝ちということにしようかと思いますね。えー、今日は朝の相場、 解説があったんで、比較的取りやすかったんじゃないかなと思います。まあ私のね、この、行った方向を確かめて、遅れてエントリーするってのは、もう上昇の勝ちパターンだと思いますんで、皆さんもね、ロスカットセットで、えー、動いていた方向、ブレイクした方向に行くことを確かめて、その後で、あえて遅れてね、エントリーすることによって、リスクを減らしていただきたいかなと思います。もっともっと腕が上がったら、 上がる直前とかね、上がった瞬間に入ることができるんですけども、まだ私はね、レベルとしてはそこまで行ってないんで、8月5日にまた中村トレーダーのコンサルを受けに東京行こうかと思います。えご一緒できる方また連絡してくださいね。では、失礼します。